カンザス、ネブラスカ、ユタ、ニューメキシコ各巡州、1860年、コロラド巡州は、1861年2月28日から1876年8月1日まで存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち巡州である。その領域は、現在のコロラド州と同一である。コロラド順州は1858年から1861年の、 パイクスピークゴールドラッシュをきっかけに組織化され、地域内に最初の白人開拓者の殺到をもたらした。準州を作る基本法は1861年2月28日にアメリカ合衆国議会で成立し、ジェームズ・ブキャナン大統領が署名した。この時は南北戦争に参加した南部州による脱退が起こっていた。準州の創設によって、 ロッキー山脈の鉱物資源が豊富な地域に関わる合衆国の支配を強固にした。収昇格はすぐにでもあるものと認識されていたが、アンドリュー・ジョンソン大統領の拒否権によって、収昇格の願望は1865年の終わりに挫折させられていた。収昇格問題はグラント政権になって再燃され、グラントはレコンストラクションの間に渋る。 連邦議会に対して州昇格を呼びかけた。1876年にコロラドがアメリカ合衆国の38番目の州として昇格することで巡州時代が終わった。コロラド巡州はロッキー山脈の大陸分水海の両側にある土地から組織化され2年前に始まったパイクスピークゴールドラッシュの地域を取り込んだ。大陸分水海の東では カンザス巡州の一部を取り込み、ネブラスカ巡州の南西部大半及び、ニューメキシコ巡州のリオグランデガー水源にあたる不規則な地域も含めた。大陸分水海の西では、ユタ巡州東部の多く、ユト族と諸小二族が強く支配していた地域すべてを取り込んだ。東部平原は、シャイアン族やアラパホ族の混合体、さらにポーニー族、 コマンチ族及びカヨワ族が緩やかに支配していた。1861年、巡州設立の10日前アラパホ族とシャイアン族は、平原の彼らの土地を白人開拓者に渡すことで、合衆国と合意したが、彼らの集落近くで、ホームステッドの農民開拓者と共存できる限り、その大きな伝統をある地に住むことも認められた。1865年に、 南北戦争が終わるまでに先住民族はハイプレーンズからほとんど姿を消した。コロラド巡州となった領域は1803年のルイジアナバイ州及び1848年のメキシコ活動地によってアメリカが収穫し拝見下に入った地域だった。もともとコロラド巡州を構成する土地には主に東部平原のシャイアン族とアラパホ族及び ロッキー山脈のユト族が住んでいた。ヨーロッパ系の探検者で最も初期にこの地域を訪れたのはフランシスコ・バスケス・デ・コロナドのようなスペイン人探検家だったが、1540年から1542年にかけての遠征隊はコロラドの南部と南東部の境界となる地域に入っただけだった。1776年、フランシスコ・アタナシオ・ドミニゲスと シルベストルベレスデエスカランテがドミニウエス、エスカランテ遠征隊を作って、コロラド南部を探検した。その他の著名な探検としては、1806年から1807年にかけて、ゼブロン・パイクによるパイク遠征隊、1820年のスティーブ・ニーイチ・ロングによるプラット川北岸を伝い、ロングスピークと呼ばれる山までの旅、1845年から1846年にかけて、 ジョン・シー・フレモントの遠征、およびジョン・ウェズリー・パウェルによる1869年の地政調査隊があった。1779年、コロラド南西部で、ニューメキシコの知事フアン・バウティスタ・デアンサル・デアンサが、クエルノベルでの指揮するコマンチェ族と戦い打ち破った。1786年、デアンサは、コマンチェ族と急戦し、アパッチ族に対抗する同盟を結んだ。 カリフォルニアゴールドラッシュの1848年、チェロキー族の集団がカリフォルニアに向かう途中でサウスプラット川とキャッシュラ・プードル川を越えた。彼らは山脈を越えている時にサウスプラット川とその主流で金脈の手がかりを見つけたと報告した。その南部のサンリィー渓谷には初期メキシコ人の家族がメキシコ政府から大きな土地の認証を受けていた18世紀の初期。 サウスプラット川上流は毛川公益業者が侵入していたが、高級的な開拓地はなかった。この地域でのアメリカによる高級的開拓地を作る最初の動きは1854年にホームステッド法による土地の所有権登録を認めたカンザスネブラスカ法と共に始まった。所有権を得て最初に入った開拓者の中には、勝って罠を仕掛けていた。 この地に戻った元毛川業者たちがいた。アントワーヌ・ジャニスや、その他ララミートリデから来た罠漁師たちが1858年に、キャッシュ・ラプードル川沿いのラポルテ近くに町を築いた。1858年、グリーン・ラッセルとジョージア人の集団が、カリフォルニアから戻った、チェロキー族からサウス・プラット川の金の話を聞いて、彼らの話した地域で再興する準備に取り掛かった。 その夏、サウスプラット川とチェリークリークの合流点に最高キャンプ、オーラリアを設立した。ジョージア人たちは次の冬に故郷に帰っていった。ラッセルはアーカンザスカー沿いのベント取リデで、カンザス州の土地投機家、ウィリアム・ラリマー・ジュニアに彼らが見つけた砂金について語った。ラリマーは事業家の機械だと認めて、オーラリアに休校した。1658年11月。 オーラリアからジェリークリークにまたがる地域の所有権を登録し、カンザス順州の当時知事だったジェームズ・ w デンバーにあやかってそこをデンバーと名付けた。ラリマーは自分で金を再興するつもりはなく、新しい街を発展させて熱心な再興者に不動産を売ることを望んだ。ラリマーの新しい街を発展させるという計画はすぐに実行され、翌年の春までに サウスプラット川沿いのカンザス巡州西部に川底を浅る鉱山市が殺到し、これがコロラドゴールドラッシュと呼ばれるようになった。早く到着した者たちは山中上流に素早く分け入り、砂金の鉱脈を求め、ブラックホークやセントラルシティに最高キャンプを設立した。ウィリアム・エイ・チラブランドなど民間人の競合集団が増加する交付の波に、 必需品を供給することを意図して、デンバーの西にある山脈のふもとに、ゴールデンの町を作った。現在のコロラド州の領域に遵州を作る動きが、ほとんどすぐに始まった。デンバーやゴールデンの市民が、町が設立されてから1年以内に新しく、開拓された地域の順州化を要求した。この運動は、ロッキーマウンテンニューズの発行者、ウィリアム・バイアーズやラリマーによって促進された。 ラリーマーは、準州の初代一時になる願望があった。1859年、ジェファーソン準州を設立する非公式運動が始まり、その公式な認知を求めて、アメリカ合衆国議会に請願書が送られた。連邦議会は市民たちの要求を認めるのに長く、待たせることはなかった。これはこの地域の豊富な鉱物資源によって、勇気づけられたこともあった。 順州は1861年2月28日の連邦議会法律によって正式に組織化され、それまでのカンザス、ネブラスカ、ユタ、およびニューメキシコの各順州から領域が集められた。1857年のドレッド・スコット対サンフォード事件判決で、この順州は奴隷制が事実上可能だったが近づきつつある。 南北戦争と準州内の北部より感情が多数を占めたことで、この問題は非現実なものとされた。コロラドという名前が新しい準州に当てられた。この名前は1850年にヘンリー・エス・フット上院議員が現在のカリフォルニア州の北緯35度45分以南に作る新しい州の名前として提案したものだった。 デンバー住民が不満だったのはゴールデンが準州の州都になったことであり、この状況はデンバーがゴールデンの犠牲で成長したことでかえってデンバーの利点になった。南北戦争の間、新しい鉱山市が準州内に入ってくる波はボツ,ボツという程度まで落ちたし、多くの者が戦うために東部に向かった。準州内に止まったコロラド人は2個志願兵連隊と州兵隊を結成した。 戦線の周辺部にあるように見えたが、1862年に南軍のヘンリー・ホープキンス・シブレー将軍とテキサス部隊によるニューメキシコ巡州への侵略後に重要な局面を迎えた。シブレーのニューメキシコ方面作戦はコロラド巡州への侵略から北のララミートリデを目指したものの前哨戦であり、カリフォルニア州と北部の残りの間の供給線を遮断することを目指していた。 エドワード・キャンビー将軍とジョン・チビントンに引きられた、コロラド人部隊がグローリエタ峠の戦いでシブレーの部隊を破り、南軍の戦略を挫折させた。1851年、第一次ララミートリデ条約により、アメリカ合衆国は、シャイアン族とアラッパホ族に、コロラド地域のノースプラット側とアーカンザス側の間、ロッキー山脈の東の東,の東部平原の支配を認めた。 1860年代までにコロラドゴールドラッシュとホームステッド農民がインディアンの領域に侵入したことの結果として合衆国市民と先住民の間の関係は悪化した。1861年2月18日、ワイズトリデ条約でシャイアン族とアラッパホ族の数人の州長が10年前に彼らに与えられた土地の大半を白人の入植のために譲ること。 およびアーカンザス川とサンドクリークの間にある当初の居留地のほんの一部のみを保持することについて合衆国の代表と同意した。インディアン共同体のかなりの者たちがこの条約を否定し、州長たちは署名する権限がない、署名するように賄賂をもらったのだと宣言し、彼らの両場に侵入してくる白人に対してより好戦的にすらなった。1862年に コロラド巡州知事ジョン・エヴァンスが南北戦争から戻ったコロラド志願兵連隊を周辺に改変し泥棒で告発されたインディアンに対して強行路線を取ったために緊張感が高まった。後にコロラド戦争と呼ばれることになるいくつかの小さな出来事の後、1864年11月、コロラド州兵800人の部隊がひどく酒を飲んだ後で、 サンドクリークにあったシャイアン族とアラパホ族の集落を攻撃し、ほとんど老人と女子供ばかり150名、内視200名を殺害した。このサンドクリークの虐殺、またはシャイアンインディアンの虐殺は、1865年3月と4月にアメリカ合衆国議会戦争行為合同委員会の左門に付された。 議会合同委員会は左門の後の1864年5月4日付の報告書でジョン・チビントンとその志願兵たちの行為は下品で卑劣で残忍で臆病とした上で次のように付け加えた。それでも委員会判断はこの虐殺に責任ある者に罪を問わなかった。さらにコロラド戦争の続きとしてアラパホ族、シャイアン族、 カイオワ族及びコマンチェ族の最後の爆発がコロラドを出て、オクラホまで起こった。南北戦争の終結に続いて、収集核の動きが持ち上がった。アメリカ合衆国議会では1865年、遅くに準州に対する認可法案を通したが、アンドリュー・ジョンソン大統領に拒否権を発動された。その後の11年間準州の認可運動は、立ち往生し、幾度か、 終了宣言もあった。ユリシーズ・グラント大統領が1870年に、準州の首相格を提唱したが、議会が動かなかった。こうしている間に、準州は、鉄道がないために脅威を感じるようになった。1860年代遅くまでに、ダコタの者の多くがその事業を売却し、最初の大陸横断鉄道沿線にあって没航した、北のダコタ州にあるララミ シャイアンに移っていった。街の衰退の可能性と北の街の影に隠れてしまう恐れに直面したデンバーの市民は資本金を出し合ってデンバーパシフィック鉄道を建設し北のシャイアンからデンバーに鉄道網を引っ張ってきた。カンザスパシフィック鉄道が2ヶ月後にデンバーまで貫通した。この動きでデンバーが将来の地域中心都市として果たす役割を 具現化した。順州は1876年に合衆国の州として昇格を認められた。以下3カ所にコロラド順州の順州都が置かれた。コロラド順州が存在した期間、その全部ではないまでも大半の期間は順州政府は実際にその独自の成長者を持たなかった。その代わりに政府の用途に使えそうな建物を借りて過ごした。今日 準州政府に使われた二つの建物が残っている。コロラドシティにある歴史的木造の建物とゴールデンにあるラブランドブロックである。他に政府に使われた建物としては当初のラブランドビル、オーバーランドホテル、準州執行ビルがあった。アンアクトープロバイド、エーテンポラディガバメントフォーザテリトリーオブコロラド。30 6th United States Congress 2006年12月27日閲覧 United States Congress Joint Committee on the Conduct of the Owe 1865 University of Michigan Digital Library Production Service 2008年3月19日閲覧ありがとうございます